運河ルネサンスとは、東京都港湾局港湾整備部による東京臨海部の運河の活用及び整備を推進する取り組み。東京の水辺の魅力の向上や観光振興に資するため、運河などの水域利用とその周辺における街づくりが一体となり、地域のにぎわいや魅力を創出することを目的とする。2004年に国土交通省が策定した 河川敷地専用許可準則の特例措置では、河川敷地における民間事業者による施設設置及び営利活動が可能となった。これに基づいて、従来は公安事業者に限定されていた運河の水域専用許可に対して、規制緩和を行い、民間事業者の水域専用を可能とすることで、地域主体による運河利用を活性化させることを目的とした取り組みである。 具体的には、臨海地域の町会、商店会、企業などの民間事業者、NPO 法人などの団体による地域協議会が、運河の活用方法を検討、運河を利用したイベント、運河場に設置したい観光桟橋や水上レストラン、等の施設の設置など運河沿いの活性化について、計画された取り組みについて、東京都港湾局はその取り組みを推進するために、 水域専用許可を出して支援を行う。2019年8月現在、芝浦地区、品川浦、天王津地区、浅潮地区、勝島、浜川、鮫津地区及び豊洲地区の5地区が対象地域となっている。2005年6月に水深地区に指定された品川浦、天王津地区は地元の民間事業者が主体となり、水上レストラン設置による飲食事業や 浮キ橋の設置を実施している。また、運河ルネサンス協議会が主体となり、浮キ橋を利用した周運イベント、品川運河祭りや利用ルールに関する啓蒙活動を実施している。水上レストランの計画地には、都市計画法に基づく市街化調整区域と港湾法に基づく港湾区域が重層的に定められており、施設設置に際しては、 都市計画法に基づく公益上必要な建築物による開発行為であり、かつ水域専用許可対象として物流等の港湾機能を満たす用途である必要があった。本来水上レストランは民間事業者による商業利用を目的とした施設であるため許可を得がたい事例であったが観光資源として運河利用を目的とした取り組みであったことから、 ウンガルネサンス事業に基づき柔軟な法制度の解釈がなされることで、水域専用が認められた。また、2012年7月には、集合住宅ワールドシティタワーズに設置された、防災桟橋が、ウンガルネサンスの桟橋として追加され、チャータークルーズの上降桟橋として、住民などが活用しているほか、2010年10月には、天王洲運河に、ビジター桟橋を設置、 やか船等の運河や港内クルーズ等の発着場所として活用、さらに隣接した公開空地では毎年4回天皇ズアイルのキャナルフェスが盛大に催されるなど様々な水域活用の取り組みが進んでいる。2005年6月に推進地区に指定された芝浦地区は地元商店会を中心として遊歩道場のオープンカフェ設置による飲食事業や 浮き桟橋の設置を実施している。また、ウンガルネサンス協議会が主体となり浮き桟橋を利用した周運イベント、芝浦運河祭りを実施している。地元商店会が主体となり新芝運河沿い、遊歩道場で営業しているオープンカフェは、地元区の助成金制度を活用し、実現に至っている。実施に際しては、地元区との協議を重ね、 遊歩道場の公共性を確保するため自動車を改装した移動式の店舗形態での営業を行うことで遊歩道場の独占的な専用を避け公共性を確保している。ありがとうございます。